プゴイノは、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の中央ボスニア県に、属する都市及び、基礎自治体で、ブルバス川下半に位置する。サラエボの北西 80km、アドリア海からは 100km 内陸に入った場所に、位置し2007年現在、の人口は約4万人である。クプレス方向に向かって、西側の地域は、 コプリビツァと呼ばれている。この地域は広大な森林が広がっており、狩猟が盛んな地域でかつて、ユーゴスラビアの大統領であったヨシップブロズティ島が、狩猟などで好んだ場所の一つである。深い森や人家が希薄な場所では熊やクズリ、鹿、イノシシなど様々な多くの動物の生育を作っている。狩猟以外にもカリン山では、 週末にはハイカーなど自然を楽しむ人々には著名な場所となっている。ブゴイノの平均海抜は570メートルで、自治体全域のほとんどが森林を占めている。山がちな地形もこの地域を特徴づけるもので、ストゼル、カリン山、ルディナ山などは、ブゴイノでは最も高い山々である。すでに、ローマ時代には、 今日のブゴイノにあたる場所は、俗州ダルマチアとヘルツェゴビナを結ぶ、カイドウモの重要な要衝であった。考古学的な発見から青銅器時代や、鉄器時代から、人間の生活の跡も示されている。イリュリア人の一部族であるサーデアタン族がこの地域に移動していた。また、6世紀になると、アバールが、ケルト人を侵略している。スコパリスカ教国が、 ハンガリーをベーラー4世により言及されている。1244年にはこの地域一帯は中世、ボスニア王国の支配下に入っていた。1463年にボスニアはオスマン帝国の支配下に入り、ブゴイの周辺はクリス山ンに含まれていた。1693年に、今日のブゴイの市街中心にあるスルタンアフメドモスクが建てられ、 このモスクはボスニア・ヘルツェゴビナにおいては最も古いモスクの一つに含まれている。オーストリア・ハンガリー帝国によってボスニア・ヘルツェゴビナは1878年から支配下に入り1908年までその領域であった新たな行政機構が作られている。その後、第一次世界大戦後には後のユーゴスラビア王国となるスロベニア人、クロアチア人、 セルビア人国が成立する。第二次世界大戦後、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が成立すると、経済が回復しその後、経済成長が進んでいく。1960年代、ブゴイのドニバクフ、ゴルニバクフなど、周辺の自治体を合わせた人口は、約10万人おり、経済の公共によって新たな産業や観光が発展した。 1991年に起こったクロアチアとスロベニアでの紛争によってボスニア・ヘルセゴビナの状況は危機的なものとなった。1992年5月、ユーゴスラビア人民軍は砲撃を町に行うようになり、ボシュニャク勢力とクロアチア系勢力の連合勢力は町の防衛を行っている。JNA の攻撃直後、ボスニア・ヘルセゴビナ紛争が勃発する。 初期の段階では連合を組んでいたボシュニャク人とクロアチア人であったが、ブゴイノの町は1992年5月から1993年7月までクロアチア系勢力の攻撃下にあった。クロアチア系武装勢力のクロアチア防衛評議会の兵士や部隊等はボシュニャク人に対しブルバニア地区での大量虐殺を犯している。 毎年7月17日は、この大量虐殺を追悼する、メモリアルデーとなっている。後の解放のための攻撃時、ボスニアヘルセゴビナ政府勢力は、クロアチア系兵士や武装した、クロアチア系市民を逮捕している。逮捕者は9つの強制収容所に送られ、ほとんどは、町のスタジアムで残酷な処刑が行われた。また多くのクロアチア系市民も、 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍の支援者などに殺されている。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結後、多くのセルビア系やクロアチア系の市民は、ブゴイのをさり、現在ではそのほとんどが、ボシュニャク人が占めるようになった。厳しい経済状況やこの地域での貧しい教育機会など多くが難民となり、ボスニア・ヘルツェゴビナを逃れている。 クロアチア系の市民は1992年春から、ブゴイノから逃れ、クロアチアやオーストリア、ドイツなどで暮らしている。紛争の痕跡は、今でも見ることができ、市街を見下ろす、小さな丘の上には、病院の骨組みが残されている。1995年のデートン合意後、平和安定化部隊のヘリコプターの基地として、ブゴイノの工場用地が使われていた。後に、基地は、 スルプスカ共和国のバニアルカに移転している。ユーゴスラビア時代のブゴイノは経済的に繁栄していた。新たな産業が地域全体に現れ、金属加工工場や電気機器の工場等が立地していた。比較加工のブゴヤンスカ小皿は現在でもブゴイノで創業している。製パン業のクラス DOO はブルバニャチクで製粉所を創業していた。また、 森林資源に恵まれていることから木材加工のストラライジャの工場は大きく成長していた。農業や林業など伝統的な一次産業も継続的に重要な役割を担い一緒に産地部分には観光やレクレーションの場が作られている。ユーゴスラビアの武器製造企業であるラディック、DOO はブゴイノに大きな生産設備を持ち、この地域では 最大の雇用先でもあった。1981年当時のブゴイノの GDP は、ユーゴスラビア平均の98%であった。今日のブゴイノでの主要な産業は紛争以前から、創業する、比較工場と製粉所で、ユーゴスラビア時代の大企業は存在しない。以前の多くの国有企業は民営化の波に飲まれ、閉鎖されるなど黄金時代に幕を下ろしている。 今でも残っている二つの企業も同様で製品のレベルは1991年より下である。投資不足や貧弱なマネージメント、国際的な競争のための欧州基準に達していないことなど問題が多い。大規模な工場よりは多くの中小企業が現れている。一方で、ユーゴスラビア崩壊後、約20年間ブゴいのでは、産業の分野では、 経験を蓄積をしてきている。街では、様々な家具や、織物製品などの産業が集中している。さらに、緑化市場や、畜産業、個人商店のほか、毎週金曜日に開催される飲みの位置では、賑やかな雰囲気となる。食品、電気、織物等の卸売市場も整備され始めている。2008年から、ボスニアヘルツェゴビナ連邦政府はこの地域の、 路上サンプルを集め、コテジ村に大きな最短値を設立し火力発電所の設置を計画している。2010年10月からは金属加工業で再び国外からの投資が見られ、スロベニアのマリボルの企業である MLM が子会社である MLM アルテックを創業させている。ブゴイノには幼稚園が1校と4校の学校があり2校は中等学校、1校は 音楽学校、残りはギムナジウムである。グラツァニツァ、ブリストビ、ドルベティネ等の村落には他に3つの初等学校がある。ブゴイノにはバスターミナルがあり、いくつかの市営バス路線がある。ボスニア・ヘルツェゴビナでは現在、欧州自動車道路が整備されているが、ブゴイノ市内は経由しない。E761 号線はドニバクフを経由しており、 ブゴイの殻は20分である。幹線道路は M5 号線の一部である M16 号線が経由するのみである。かつてオーストリア・ハンガリー帝国が狂気鉄道をブゴイのラシュバ間に敷いていたがユーゴスラビアによって廃止されてしまった。鉄道はボスニアンゲージと呼ばれる機関7 6 0ト、mm、ルの狂気鉄道であった。当時の人々は機関車を チーロという愛称で呼んでいた。軌道は1894年に完成し、八重瀬・ドニバクフカは1895年に完成している。二つの有名な団体が、音楽学校と並び言及されている。一つは、フェドラ劇場は1963年からあり、それ以来、ブゴイノでは、フェドラ劇場フェスティバルが行われている。 もう一つはアーバンフォルクローレアンサンブルブ語イので、両方とも国内、国外を通じよく知られている。1984年のサラエボオリンピック開催時2つの団体は開会式に参加し、1986年にはフランスで行われたフェスティバルや1987年にオフリドで開催されたオフリド87に参加している。 紛争後の1995年以後も、オーストリアやノルウェー、イタリア、トルコ、スペインなど欧州を中心に活躍している。ブゴイノには、サッカーのクラブチームがある。イスクラブゴイノは1万2000人を収容できる、スタジアムを有している。このチームは、ドイツやクロアチアのリーグで活躍する選手を、排出しており、ルミン・ゼックやメメド・アリスパ、ブラコ・グロバス。 トミスラブ・ピップリカなどが在籍した。1994年には、ボスニア・ヘル・セゴビナの最上位リーグである、プレミエル・リーガの参加クラブであった。近年は、チームの成績は低迷し、2部リーグなどに参加している。サッカー以外にもブゴイノでは、卓球やハンドボール、バスケットボールなどのクラブチームがある。ありがとうございます。